また何年分というのを、独立した3年目に事務員を雇いましたから、もう過去からずーっと遡って地上戦術の本とね、それから上場企業の経常文ですから、高くしてないので一番いいのが大体年商200億から500億の未上場企業があるでしょ。未上場企業で株式上場してないで特定の業種だけ一本に特化して大体100億から300億ぐらいの会社が一番シャープに出ますね。でいろいろやってるとね、こう誤差が出てくるんですよ。でこれ見つけたら、あ、1位になると事情でよくなるんだとかね。だから努力、1の努力をしたらこの時はこれだけしか上がらないんですよ。この時は1の努力したらこれだけしか上がらないわけですね。同じ努力でここに来ると3倍くらい上がるわけね。これガッとこう経常利益が、ああ、なるほど、1位中がこれが1位の力かというのを初めて見てですね。ですから、1人当たりの経常利益が市場成立の事情に比例するということをはっきりですね、本にパッと書いたのは私が最初だと思うね。他の人書いてるかもわからんけど、私も今、6000冊近い本持ってるけど、その中で書いた人はいないね。もちろん誰かおるかもわからんけどね、私が最初。それまでにはこういうですね、それまでにはこういう基礎研究があったということですね。でコンサルタントになる人多いんですけど、こういった基礎研究しないでいいとこ取りしてきてですね、やる人はおるけど、まあ、どうかなっていうのはね、何をあんた研究したんですかと。10年ぐらい休みね、休日ほぼ全部費やして、そして自分じゃないとできないような研究何やりましたかと言ったら、何もないよね。そういう人はもうなんか人の集めてきてですね、パッチワーク型コンサルタントと言いましてですね、ここにまずドラッカー先生のパッチワークが来てですね、ここにランチスターが来てですね、なんかこういろいろね、パッチワークになった、はい。それでアサヒビールですね、1位になった。その上を見てくる札幌ですね、札幌さんは年商が4000億弱です。私のような会社から見たら巨大産業ですね。札幌は私から見たら巨大産業ですけど、年商は4000億ですけど大して儲けてないですね。まあ200あればいいんですけどね、赤字じゃないからいいけどですね。これはすぐその下の、陽明酒が400万、ちょっと落ちましたけど400万ですね。陽明酒、これは健康酒業界で1位であります。それから札幌ビールはサントリーに分けて4位なんですね。サントリーの金麦酒、金麦でいいんですかね、あれは金麦に負けが偉いヒットしてですね、まだ売れてるものがあれにやられてるんですね、あれにやられて、札幌は4位、札幌4位のビール業界で、その今からね、6、7年前に札幌業績が良かったんです。その時出たのがその、ドラフトワンって言ってご存じないですけど、エンドウ豆、エンドウ豆を原料にしてビール作ってるから飲みやすくてあっさりしてね、あまり苦で、ビールが嫌いな人、苦味が嫌いな人用に客層に売るんだということで研究者が、ね、